皆さんこんにちは。今回はリクエストいただいた動画を調査していきます。もしかしたら皆さんも一度は見たことがあるかもしれません。それではどうぞ。突然だが、皆さんにはこの動画を一度ご視聴していただきたい。ドレスを着た女性がこちらの画面に迫ってくる。うすら笑いを浮かべており、少し不気味だ。こちらのシーンは日本でも、掲示板などに貼られていることが多く、一度は見たことがある人もいるかもしれない。こちらも同様で、着ている服が違うものの不気味に迫ってくる女性が映っている。次は、少し違いがある。よく見ると、女性はお腹を大事そうに抱えている。どうやら、妊娠しているようだ。そして、カメラまで近づくとなんとマスクを脱ぎ始める。そう、あの不気味な顔はマスクだったのだ。その後、食事風景などを映しビデオは終わる。前回も変装マスクについての動画を出したのだが、同じ類のものだろうか。しかし、今回は少し違う。この動画、実は呪いの動画と呼ばれている。一部の視聴者からの指摘では、よく見ると女性の顔に火傷のようなものがあるらしい。マスクをしていたのはそのためだという。また、この動画を見た後、誰かに見られているような気がしたり、この女性が出てくる悪夢を見た者が続出したという。一体、何を目的に撮影された動画だったのだろうか。こちら、最初のシーンは私も見たことがありました。結構不気味なんですよね。ずっと笑いながらこちらに近づいてくるところが。さて、先ほどの動画を調査してみましょう。この動画、3、4年ほど前から話題になっていたようですが、どこから出てきたかというと、こちらのチャンネルです。チャンネル名は、ズジクフフグフ。こちらは作成したマスクを紹介するチャンネルのようです。少し面白いなと思ったのは、動画に出ているのは日本人の方でした。Twitter を見てみると、マスクを作成する過程が詳しく載っています。海外で怖い噂広まってしまったために、日本語が読めない方からすると何をしているのか読み取りづらい部分もありますね。Twitter を見るとチャンネル主がどういう人物なのか、ある程度わかります。マスク作成が趣味の方でした。最新の動画では、変装マスクと言っていいほど良い精度のマスクが載ってます。海外の考察ブログでは映っている人の正体は不明だと書かれていますが、ツイッターでは、エンジェ、という言葉が出てきているので、おそらく撮影モデルの人がいるのでしょう。というわけで、真相は呪いの動画ではなく普通のマスク紹介の動画だという結論になります。ご本人はかなり本格的にマスクを作成しているだけに、海外でそのような噂が広まるのは少しかわいそうではあります。いかがでしたでしょうか。今回は日本から海外へ広まった都市伝説という少し珍しいパターンでしたね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。